嬉しい、はい、ということででは年表を振り返ってみましょう。はい、はい、こちらですね、2020年9月にホロライブイングリッシュミスのメンバー5人がデビューします。おさあ、デビュー前から世界でのホロライブ人気の高まりは感じてましたか、稲西さん。私は実は、うん、2018年、うん、9年からホロライブのファンだったので、うん、あ、ファンだったのね。ずっと見ていましたけど、うん、本当にホロライブのメンバーになって、うんうん、いや嬉しいですその頃誰見てたんですか、2018年頃って。風紀先輩の、うんうんうん、あのデビューちょっと見て、あーなるほど、ね、本当に初めの方だ、うん、はい、少しずつ見てましたね。すごいよね、ファンから一員になったんだもんね。すごいね、これはすごいことです。そうです、うん。